はい、こんにちは、こんばんは、よっくんです。お久しぶりでございます。ということで、本当に久しぶりの動画なんですが、これ、とりあえず当たりました一つ。あとこの久しぶりの動画っていう理由なんですけど、最近モチベーションが非常に下がっておりましてこの動画にもちょっとだけね、愚痴りながらやっていきたいと思います。で、とりあえずこれですね。まず今日入って一発目動画を撮ろうと思いましたが、これですね。はい、始まらない、マイナス20ポイント。もうね、これはね、勘弁してほしいですね、本当に。せっかく頑張って稼いだポイントがこれで、固まってしまって、どうしようもなくなるパターンですね。以前はこれマイナス食らわずに抜けれてたんですけど、最近は自分はマイナス食らわずに抜ける方法がちょっと分かっていません。もうこれで最初5人いたんですけど、まあ1人抜けて、2人抜けてというふうに、ね、これ徐々に、抜けていきます。で、最後は結局これ2人まで減りましたけど、2人になってもこのマッチが終了しなくて、これ1人になっても多分このまま終わらないだろうなということで、マイナス20も見るのも嫌ですね。はい、こんな感じになってますので、本当に、なんというか、やる気が、やる気が起きません。実行できませんってなんだ。はい。このまんま。結局これね、このままタスクキルして終わりました。はい。こんな感じで、一人一人と減っていってね、最終二人、はい、この二人までなったんですけど、結局、抜けれなくてタスクキルしました。ということで、気を取り直して、もう一回行ってみたいと思います。はい。これで新たなマッチに入ってきました。で、これ、3対2で、始まるかなと思ったんですけど、これカットしてますけど、異常に長い労働時間ですね。めちゃくちゃ長い。1分以上労働時間があって、で、始まったんですけど、まあね、ホスト移動になったんで、多分誰か抜けたなということで、行ってみたんですけど、まあ、この新しいこのランチャーも紹介しようと思って動画撮ろうと思ったんですけど、まあ、このモチベが上がらないのもね、話そうと思ってたんですけど、さらに追い打ちをかけるようなこんなマッチの始まり方だったのでね、なんかこう何を喋っていいのやら今日はちょっとわからないんですが、厳しいですね。このなんというか、武器がとか戦い方がとかいう以前に、このシステム的にこうスムーズに進めないと、ストレスが溜まるというか、やる気があんまり起きてきません。あと、まあ、新しい武器、これ今使ってて、自分が使ってて言うのもな、ありがとうございます。今ちょっとお辞儀していただいた、知ってる方かな。はい、こんな感じで、もうなんかもう意味わからない。ランチャーでこれ、ケブンの防具着てますので、4連発なんですけど、他のグレポンとかね、なんていうか、グレポンとかロケランに関しては弾倉が増えて、使えるんですけど、グレポンロケランに関しては弾倉が増えても爆発した後に次の弾が撃てる感じなんですけど、これはまるで EMG のごとく連射ですね。なので、でダメージ6000ぐらいなんですけど、ダメージに関係なく当たればキルできるという、なんかなんだろう、ダメージの概念がない武器。爆風に関してはちょっと EMG みたいな感じで、まあ、キルできるっていう感じではないんですけど、爆風では一発ではキルできないんですが、まあ当てたら勝ちって感じですね。これロケラうまかったですね、これ。はい。なので、これはかなりヘイトを集めそうな武器だなと思いましたね。KEA の再来化というぐらい。これが、まあ、どうだろう。これをメインで使うとね、もう防具も、なんというか、防具の意味も全くないですし、硬くても関係ないワンパンですので、ね、当たれば。なので、で、射程も結構あると思うんですよね、これ。はい。もう意味がわからん。これね、なんか今日ちょっと、話がちょっと暗い感じなんですけど、まあ、モチベーションが上がらないっていうのが一番の要因なんですけど、ちょっとね、また、元気に、いろんな動画を撮りたいとは思うんですが、
この私のモチベ復旧までもうしばらくお待ちくださいということで、まああんまりね動画の間が空いたのでね、これもこんな感じ、もう当てたら勝ちっていうのがすごいですよねこれ、はい、なんだかなーって感じですねまあこれマッチの内容もグダグダですけど、本当になんというか、なんだかなーです本当にまあこればっかりはね、なんか何かのきっかけがあればまた、モチベが上がって楽しくやれるとは思うんですけど、まあ何せこのシステム的なエラーですね、ポイントが減らされてしまう、固まる画面が固まるエラーとか、ね、あとこれ最終も変ですよ、これホスト移動の関係かもしれないですけど、なぜか私が勝利チームに入っております一人だったのにもうねこういうとこなんですよ、こういうとこをねしっかりやってもらいたいですね、ということで、再度気を取り直してということで行ってきました。はい、これね、ここのマッチはね本当にこのランチャーのね凶悪さがよくわかるマッチだなと思います。はい、あ、来た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 、来るかな花火。これすごいですよね、近距離で当ててもダメージ低いので自爆もしないんですよ、なのでその分もねタチが悪いというか、ロケランとかグレポンだったら自分も死んでしまいますけど、これだとね近距離で当てると敵だけ死ぬっていう、なんかすごいすごい、なんかなんというか不公平というか不公平って言っていいのかな、まあわかんないですけど、はい、はい、めっちゃ強い撤収が入る撤収が入るランチャー、なんですかねこれ、もうランチャーランチャーっていう縛りでいいのかな、これランチャーっていうよりすごい遠距離が打てるショットガンみたいな感じ、ワンパンのね、そんな感じですかね。で連射も早いですしね、でこれ K 部分着なければ、まあ着なくてやってないのでこれほぼ初見なので、K 部分つけずにやってないのでまあ何とも言えないんですけど、リロードはまあそこそこですよね、リロードアップつけてこれで単発だったらそんなにガン待ちで使えば強いでしょうけど、ただこの4発でこうやって走っていくとめっちゃ強いので、はい、本当これおかしいですよね、死なない、自分は死なない敵だけ死ぬ、本当にこれヘイト集まるなぁ、これはもう少しこれはねちょっとなんというか、まあワンパンの性能は残してもいいと思うんですよ、ただ射程をすごい短くするとか当たりづらくするとか、まあそういう、なんだろう、ナフ入った方がねいいかなと思いますね。なんか今日ずっと愚痴ってますけど、まあとりあえずまあ自分のアフターパルスに対するモチベーションが復活するまでね、もうしばらくお待ちください。違うゲームの動画とか、あと自分のサブチャンネルでね、なんというか、リアルな趣味の方の動画とかもやってますので、そっちがあるっていうのも一つあるし、まあ、アフパル自体のこういう、なんというか、まあ、なんだかなという部分が見えてきてるっていうのもあってね、ちょっと動画の、更新がね、滞ってますけど、まあ、そのうち戻りますので、今、私がアップしてない、金さんとかがね、めっちゃ動画上げまくってね、頑張っていただいてますので、ここはちょっと金さんにお任せして、私はちょっとしばらく休養、と言っても、まあ、2、3日したらまた上げるかもしれないですけど、まあ、とりあえずね、今のところの動画を長いことね、上げてなかった、理由というか、そういうのね、ちょっと喋ってみました。しかしこれやばいな、この武器はな。あ、ちなみにこれ強化してもね、ダメージとかは上がらないですね。ダメージも上がらないし、正確度と射程だけが上がる感じですね。はい。なんで強化してもそんなに強くなるっていうのではないですけど、まあ、ワンパンなんでダメージ関係ないですからね、これ。あ、外れた。本当ワンパンできる EMG っていう感じですね。で、これ武器の区分で言うと、一応デルタになるのかな、
うん、英雄にデルタって入ってないですけど、あのガチャのあの区分的に上の方にあるのでね、デルタの武器になるのかなと思います。はい、わからないです、その辺は知ってる方がいたら教えてください。はい、シールですね。うん、という感じで、自分の近況をブツブツと喋ってみましたけど、まあ、あんまり楽しい動画ではないんですけど、まあ、復活までお待ちください。ということで、今日の動画この辺で終わりたいと思います。よかったら、高評価は厳しいかな。チャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。